ミニマリスト部屋作りの奇跡、キッチンを DIY でエボリューションね。キッチンでーす。実はこの中に手放すものがあります。なんだと思いますか？それがこちら。はい、こちらのカウンター手放します。そうなんです。ミニマリストになる前に買ったものでね、結構良かったので使っていたんですけど、ついに手放すことにします。なんでかっていうと、はい、こちらそもそもね、結構傷ついてるんですよ。ほら、これね、髪の毛ついてるわけじゃないんですよ。これ傷なんですよ、実は。で、この辺もね、実はこういう傷があったんです。結構な傷ですよね、昔から持ってるんでね。はい、まずは劣化っていう問題がね、ありました。あと、ここ収納にもなっているので、食器などを入れていたんですけど、一人用だし全然入ってないんです。しかも、もともとこの物件についている収納もかなりあって、キッチン収納に収めることができると思ったので、収納としてはこのサイズがいらないんです。もともとついている収納は手放せませんから、そっちを使わないでこっちを使わなくてもいいと思って、劣化もしているし手放そう。ここのね、間が狭いしね。これはいろいろな動画でもお世話になったんですけど、ほとんどこのカウンターで撮影していたんですけど、今回で手放すことにします。多分最初はカウンターの椅子なんかもあったんですけどね、実は。それでね、実はね、この代わりになるものを買ってきたんですよ、実は。そちらをお見せしますね。はい、それでは今回買ってきたものを見せます。こちら。はい、どうですか、こちら。こちら、IKEA のキッチンワゴンです。はい、こちら購入しました。こちら片方が車輪になっているタイプです。こうやって持ち上げられるかなと思ってね、結構可動式になるかなと思って購入しました。これも理由です。すごい便利ですよね。こうやって寄せておけば、すっごいここが広々するし、ヨガだってできちゃうんじゃないってぐらいになるし、この移動できる感じも一つのメリットだなと思って購入しました。横幅もだいぶ狭まったので、こちらが広くなりましたね。そして、料理をするときや料理動画を撮るときなんかに置く場所が欲しいなんて言ってね、あの広い天板が良かったんですけど、これだったらね、下の部分に置いとくことができるので、そこもいいなと思って購入しました。しかも、これ向こうに抜けているので、また広く見えるかなと思ってこちらを購入しました。ここのステンレスの天板もかっこよくて、はい、こちら。料理に使っていなければ別にここには置かないとは思いますけど、で、一旦置いとくとね、ちょっとかっこいいでしょ。なんかいいですよね。なんかこのステンレスも決まるなと思って購入しました。料理をするときに下にね、こうやって用意しておいてもいいしね、いろいろな面でいいですよね。いろいろいいんですけど、自分的に納得していない部分があります。それはどこでしょう？そうです、この天板の色、この木の色が違う。なんとなく床の色には合っているような感じがするけど、やっぱりこうやって見た時にちょっと色が濃すぎますよね。木の色が白っぽかったらいいのにって思います。コーディネート的にない。なので、買ってきたものがあります。それがこちら。買ってきたもの、こちら。はい、アルミシートでーす。キッチン壁用のものなんですけど、このカウンターで料理をすることもあると思うので、料理動画も撮るしね、この油や水跳ねに強いアルミシートを購入してきました。これをここに貼ろうと思います。実は開けたのが結構もうある。いっぱい準備した。作業していきたいと思います。それでは早速始めていきます。今日はジャンプでいきたいと思います。いくよー。はい、うーん、やっぱり今見てもね、いいですね。なんだ、当たったよ、なんか。前のキッチンカウンターがまだ手放せてない。時間よ、あれパチボコ時間でよ。三四郎の小宮のものはね、全然似てないぞ。すいません、小宮さん。とにかく、このキッチンワゴンを改造していきます。全部ダイソーさんで購入してきました。100均 DIY です。ヒルナンデスみたい。この天板に貼り付けていきます。結構複雑な形でね、やりづらそうなんですよ。ここなんてちょっと難しそうですよね。どうやって切るんだろうって感じですよね。
あ、そうか。あ、そうか。ネジを外してやればいいんだ。イケアさんの家具は組み立て家具だった。とにかく、とにかく天板を外していきます。外しちゃえばもうこっちのもんですからね。板に貼ればいいだけだから。よし。はい、ネジです。何の報告？よし。へい。ネジです。あ、もう慣れてきたね。はい、ネジです。ビューティー系か。はい、取れました。はい。もうあとはこっちのもんですね。ほっ。なんかごめん。まずはこの板を拭いていきます。汚れを取っておきます。リメイクシートを貼るときはそれが重要ですからね。携帯の画面のガラスとかを貼るときもそうだしね。まずは拭きます。本当今までありがとう。手放すみたいだ、ズン。今から使うやつ。はい、水拭きの後は空拭き。空拭き。はい、綺麗になりました。今度はこのシートを貼っていく作業なんですけど、1枚大きくこの板に貼れないので、どうしても2枚貼って上の面が完成するんですけど、変なとこにつなぎ目ができるよりも真ん中にあった方がいいかなと思うので、横の長さを測って真ん中をね、まず取りたいと思います。めんどくさ79センチだ。79センチってことは 39.5 センチの場所が真ん中ってことですね。はい、今こちら真ん中を取って仮止めしました。はあ、疲れた。それでは空気を抜いてね、貼っていきます。はあ、本当にもう猫の手でも借りたいっつのはこのことですね、本当に。うわっ、猫の手も借りたい。ああ、難しい。何回もやり、もう手はーい、今貼れました。半分貼れました。どうにかなりました。空気もね、全然入ってないです。この空気を抜くアイテムがあれば大丈夫でした。しっかり空気が抜けました。作業時間はものすごくかかっているけど。はい、これね、同じリメイクシートなんでね、柄もね、ちょっと合わせますね。うん、こんな感じかな。この木目のところがこれで合うよね。あー、これでいいか。もう、こだわらなければ済むのに。まあ大事なことですよね。はい、どうにか柄を合わせて仮止めすることに成功しました。また空気を抜いていきます。はい、もう空気の入らないようにね、こうやって。最初から同じ色があればよかったのにってちょっと思っちゃうよね、こういう時。まあこういう商品があるんだからすごいよね。皆さんはリメイクシートとかやったことありますか？反応ゼロ。結局手。はぁ、あ。はい。今折り返して貼りました。はい。今こちら裏面。折り返して下の部分はちょっと貼りました。別に裏の面はね、全然出ないんですけど。まあ裏も同じように仕上げましょうかね。こっちは裏なんでね。いいんですけどね。手を抜くところはね、抜いた方がいいですね。なんでもね。あー、やだ。あー、空気が抜けましたね。そうなったらこの側面どうすんの。これこの側面すごい大変じゃない。これ切ってやっていくしかないね。最後そこ頑張ります。はい、今最終段階。こちら裏面ですね。ここ、はい、ちょっと破れちゃった。ここをね、ちょっと折りたたみながらここにしまいたいと思います。裏にね、収めていく作戦でいきます。ほんとね。はい、こういうとこ嫌ですよね。どうしても角がこうやってね、収まらなくなってしまうんですよ。で、ビロビロね、なってしまうんですよ。これ嫌ですよね。でもこれアルミシートの角がね、こうやって余るんですけど、これを小さく切ってここにね、ちょっと貼るとね、修正できたりするんですよ。やっていきます。本当にね、このぐらい小さく切るだけ。はいはい、ここ、こんな感じになってるのに。はい、今切ったところね。はい、ここにね、角に貼ります、これを。はい。ね。そしたら、ここの真ん中の部分を切るんですよ、上の。切れました。そしたら、この部分をね、裏に折りたたみます。こっち裏面ですけどね、裏に折り返すんですよ。はい。
そうすると、はい、こうやって目立たなくなります。こういう補強とかもできるのがありがたいですね。ほんと切って貼れるんでね、柄もね馴染むんで大丈夫ですね。やっと終わりました。最後キッチンワゴンに取り付けて完成です。一気にキッチンを見せます。この天板を張り替えてキッチンワゴンを置いて完成したキッチンがこちら、完成だ。はい、どうですか。はい、こちら天板アルミシート貼り終えました。ねえ、どうですか。これ綺麗に貼れたんじゃないですか。天板のところは空気が入らないように裏側に逃がしました。一応模様なんかもね合わせました。すっごいねツヤツヤ、反射しちゃうぐらいツヤツヤです。これもアルミシートでね、油はねとかに強い理由ですよね。なんかでも汚れもつきにくい感じがします。こうやって角を修正したり、こうやってね見えない裏の天板までこだわっちゃいました。少し空気がね裏に入っちゃったなぁと思ったんですけどね、こうやって見ると全然わかりませんね。わざわざ見る人もいないしね、こんなとこね。わざわざ見る人は嫌いです。この白い足の部分との相性もいいですよね。普通にこのキッチンワゴンが良くない？この色で商品化したくない？サイドのところもこだわり抜きました。いや、これ最高ですね。もうサイ&コーですね。完全にこれはサイ&コーです。こうやって引いてみた時も良くないですか？さっきよりもあの天板が薄い色になったことによってキッチンの棚の木の色と合いましたよね。あそこの上のレンジフードも実はリメイクシートで貼っているんですけど、あの場所もともと黒だったんですけど棚の木の色と合わせているんでね。今回キッチンワゴンの天板もこだわって良かったです。しかも100均のアイテムだけでできました。1枚アルミシートが余ったので合計3個で済みました。あと空気を抜くためにシート貼り用のヘラを買っただけ、計400円で済みました。440円でラン。そういう人は嫌いです。まあもともとさっきの天板で色が合っていないからとあれを諦めて色を合わせたものを購入してもよかったんですけど、これは車輪がついていたり、このステンレスの台もかっこいいのでね、諦めきれなかったんですけど、どうにかなるもんですね。 DIY 最高ですね。ちょっと違和感あったんですよね、あの天板の色だと。美容学校の時に色彩検定取っといてよかった。そんな関係ないけど。よくない？本当によくない？これめちゃくちゃ合いますよ。はい、思っていた通りの結果が得られました。どうですか皆さん、よかったらグッドボタンで教えてね。最高の結果でした。はい、車輪がついているのでこうやってね自由自在に移動したりもできるしね。そうしたらこの面がとても広くてね、広々空間が出来上がります。いや、いいね。こうサイドテーブルとして使ってもね、本当に広くなった。本当これ買ってよかった。本当に痛っ。なんだこれ、なんかぶつかったぞ。前のキッチンカウンターを手放しに行かなきゃ。時間よ、あれパチボコ時間ねえよ。さっきより下手になってるぞ。はい、これでおしまい。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。どうでした？どうどう。100円ショップで買ってきたアルミシートを使って IKEA のキッチンワゴンを大改造していきました。僕的には開放感もあって本当に素敵なキッチンが出来上がりました。どうにかできました。物件は古いんですけど家賃が安くて広いんですよね。最初はドアもついていたりして位置条件などは最高なんだけど、ちょっと不満点もあるなぁと思っていたんですけど、それでも僕は高校生の頃から家作りにとても興味があって雑誌なんかもたくさん買っていたんですけど、自分でどうにかできるなぁと思っていたからこの物件に決めたりとか、玄関や廊下にフロアマットを敷いたり、今日みたいにリメイクシートで直したり、最初はどうかなぁと思うところも自分の理想に変えていく、
そう思えたからこそこの物件に決めたし、今日のキッチンワゴンは機能も見た目も最高だと思ったので、あとは天板の色を直すだけだったんですよね。今日は100円ショップのアイテムを使って DIY していったんですけど、100円ショップにもそういう材料は売っているし、ホームセンターなんかにも売っていますよね。今いろんな場所でそういうものは揃えられるので、ぜひ皆さんも何かちょっとアレンジしてみたり、手こずったけど結構楽しい時間だったので、皆さんも何かやってみてはどうですか？ずっと使っているものはそうやって変えることによって気分も変わるし、そうすれば飽きずに長く使い続けられるかもしれませんね。失敗したって大丈夫、やり直せば大丈夫です。ぜひ挑戦してみましょう。はい、今日の動画が参考になったよ、とっても良かったよ、素敵になりましたね、私もやってみたくなりましたと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。これからも部屋の中をいろいろ変えていったり、おすすめのもの、生活に役立つ情報なんかもたくさん発信していくので、チャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。この動画が良かったらポチッとしてね。はい、それでは本日は以上です。僕はこれからご飯に行ってきます。どうでもいいよん DIY、 また会いましょう。バイバーイ。